はい、こんにちは。今日のランチはこれ。知ってますか皆さん、これスーパーとかファミリーマートで売ってます。杉本ミートさんからね、出てますね。ハンバーグです。爽やかのハンバーグに非常によく似ていると言われているハンバーグですね。食べてみれば分かりますけど、まんまです。これはね、製品名は牛肉ポーションっていうね、製品名ですけど、まあファミリーマートではね、ジューシー君ハンバーグって言われてますけどね。あとね、まあ掛川市のスーパーだとスーパー三千さんとかね、掛川スーパーさん、ドンキホーテにもね置いてありますね。まあジューシーハンバーグとかね、満点ハンバーグっていうね名前で売られてますけど、まあ中身はね一緒だと思います。爽やかそっくりのハンバーグっていうね、このハンバーグをね、美味しい焼き方、美味しい食べ方っていうのをやってみたいんですけど、まあ美味しいっていうかね、まあこのハンバーグのね、やばい食べ方っていうのをやっていきます。今からやばい食べ方です。いきますよ。ということで、これね、まだこちこちに凍ってるんで、とりあえず解凍します。牛 100% の肉なんで、つなぎを一切使ってないっていうことなんでね、肉肉しいハンバーグなんで、常温に戻すっていうことが大事だと思うんですよ。とりあえずレンジで解凍します。スープ作ります。スープのね、材料がないんで、やばい料理なんで、ちょっとやばいことします。スーパーで買ってきたね、餃子があるんで、スープの具材にしちゃおうかなっていうね。うまいかどうかなんか分かりませんけどね。じゃーん、餃子の丸川の餃子です。これをね、まんま入れて潰してスープにしちゃう。どうでしょう。5個ぐらい入れちゃおうかね、これ。ね。もうこれネギとか入ってるしね、肉も入ってるしね。万能食材じゃないこれ。わかんないよ。やったことないから。餃子スープね。餃子潰しますけど、美味しかったら傑作ですね、これ。先にね、このコンソメとかも入れちゃおうかね。どうしてからもいいかな。コンソメと、これ、シャンタン。鶏丸ごと。ガラス、こんな混ぜて味は美味しいかどうかは分かりません。あとでね、卵を入れてね、溶いて卵スープにします。どうしました。でね、塩コショウちょっとね、味の素、そしたらね、泡立て器で潰します。お、出てきたね、野菜が。結構大粒の野菜が入ってるんですね。なんとワンタンスープみたいな感じ。 OK。 はい、ここにね、溶き卵を入れます。はい、はい、混ぜまーす。そしたらね、これ水溶き片栗粉、とろみがつけば OK です。まあいいね。最後はごま油。はい、スープ完成。具がたくさんの中華スープって感じに出来上がりました。はい、レンジで解凍されました。ほぼね、まあ、若干ちょっとね硬いところもあるんだけど、ちょっとね火が通っちゃいそうなんでね、このハンバーグ、やばいハンバーグの作り方やってきます。1個がこういう感じね。まあちょっと若干四角くちょっと崩れてますけど、はい、これボウルに入れます。はい、2個目、これボウル入れます。はい、3つ目、これボウル入れます。うわ、ちょっと凍ってる。はい、4つ目、ボール入れます。はい、5つ目、ボール入れます。はい、6個。はい、ボール入れました。1個が 180g なんで、3つで 540g。ってことは、6個でね、1080g あります。1キロ超えのハンバーグ。はい、今からね、はい、これ全部混ぜてね、全部練って、混ぜて作ります。うわ、若干凍ってる。ピンチ、ピンチ、ピンチ。若干まだね、
凍ってるとこがあるんだよな。はい、両手でやります。凍ってるとこがあっちゃダメです。凍ってるところがね、あるとね、凍ったまま焼くとね、火がしっかり入んないんで、凍ってちゃダメです。なるべく肉は常温に戻した方がいいですね。でかいんでね、叩いて空気を抜きます。いよいよ焼いてきますよ。はい、新しい手袋に変えました。新しい手袋にするとね、何もくっつかない、くっつかないからね、こうやってねペタペタやりやすいんです。はい、形を整えながら大きくしていきます。すごいな、人間の顔ぐらいあります。すごいねこれ、1キロハンバーグね。1キロってでかいね。食べれるかな。ご飯もね、2合炊いたけどね、絶対火通んないねこれ。まあね、牛 100% なんでね、火が通んなくてもいいかな、わかんないけど。さわやかはね、衛生管理しっかりしてるんでね、中身が赤くても大丈夫だけど、このハンバーグはどうかな。赤いの食べますけど、それは自己責任で食べます。まあ、しっかり火通してって書いてありますけどね。形を整えるのも大変だねこれ。これ以上薄くなんないな、絶対火通んないな、こんなの厚すぎて。まあ元のハンバーグより薄いか。よし、こんな感じ、1キロハンバーグできました。やばい焼き方、焼いていきます。油引いた方がいいかな。油をちょっと引きます。はい、それでは1キロハンバーグ焼いていきます。よいしょ。ただいまの IH の温度170度です。あんまり熱い温度で焼くとね、すぐ焦げちゃうんで、それでね、中全然火通らないんで、とりあえず170度で焼いてます。5分ぐらい放置かなこれ。油をね、入れた方がまあいいのかな。油を入れることによって油が出るっていうね。すごい、もうなんか油が出てる感あるな。あんまり大きかったらね、2つで焼こうかなと思って、もう一個小さいフライパンも用意してあったんですけど、必要ないんでしまいます。いや、スープは食べれるね。スープちょっと回しとくか。しかしでかいな、油がね、めっちゃ出てくるんだよねこれ。あんまりね、ピチピチ飛んできたら蓋します。さあ、美味しくできるかな。やばいハンバーグの食べ方、やばいね、確かに。お、すごいね、油めっちゃ出てきてるね。もうこれ揚げてる感じだね。あ、いいね、よいしょ。おお、こんな感じ、繰り返すとこんな感じね。また5分焼きますか。今片面5分焼きました。こんな感じ。あんまり温度高いとね、すごい飛ぶんですよ油が。この揚げる感じで焼いてるのがいいのかな。なんかうまそうな気がしてきた。お、スープに火が通ってきました。よし、スープは止めておきましょう。お、ハンバーグどうかな。まあ中は赤いだろうけどね。コンビニでレタスミックスサラダ買ってきました。これを引いてハンバーグを焼けるのを待ちます。まあご飯もよそってこようかな。熱々だとね、食べにくいんで。はい、ご飯、スープもよそっちゃうか。特製餃子スープ。お、5分経ちました。じゃあ、あと3分ぐらいね、もう一回ひっくり返してやるか。おぉ、こんな感じ。おぉ、うまそうじゃん。油でね、上からも焼くんですけどね。これを3分間続けてみますか。できました。これが、
1キロハンバーグでございます。よいしょ。中はきっと真っ赤っかだと思います。やばいハンバーグね。これね、中は赤いです。中どのくらい赤いかな。これもう赤い汁がね出てきてるから、ちょっとこの辺切ってみようかな。うわやば、超真っ赤っか。タレにつけて食べるかな。まあかけたくなったらかけます。とりあえずこれ全部ね3つあります。いただきます。爽やかのハンバーグに似ているというね、ジューシー君ハンバーグ食べます。赤さはこんな感じ。まあ言うほど赤くないね。全然いけます。まずそのまま食べます。うん、うまい。これまんま爽やかだね、これ。あ、いいじゃん、こんくらいならね。全然いいです。当たったら当たった時、自己責任です。これうまい。そのまま食べても美味しい。うん、餃子スープ、うん、これもねありです。うん、うまい。ご飯炊きたてです。いや、これ傑作だな、このハンバーグ。中身は赤いけど、うまっ。しかしね、1キロはでかいね。ちょっとタレつけてみよう。うん、このタレはね、ちょっとオニオンソースとは違う。オニオンソース風、めちゃくちゃ生です。ほら、これいいね。これ180g でちまちま食べるよりね、でっかくまとめてね、ドカーンと食べた方がね、いいね。うん、でっかい。うん、まあ1キロってことは、げんこつハンバーグ4つ分以上だね。1個 250g だから、げんこつハンバーグ。これが 1080g だからね。4つ分以上ってことね、量的には。げんこつハンバーグ4つは無理かな。3つは食べたことあるけど。4つは厳しいけどな。まあそれ以上の大きさだからね、これ。これ真ん中は真っ赤っかだね。超赤肉。これ真っ赤っかの部分ね。あ、生。生の部分が一番美味しい、やらだって。よく焼けているところは結構パサパサしてますからね。ジューシーさには欠けるかな。あそこをソースかければいいか。やばい。だいぶお腹溜まってきた。1キロ超えはやりすぎたかな。結構な量です。これはマジでね、最強のやばい食べ方だね。やばい。何がやばいかってね、全部やばい。はい、スープおかわり。うん、スープもね、餃子5個入れたからさ、結構具だくさん。肉肉しい赤い部分のハンバーグ、ここが美味しいです。せっかくサラダ買ってきたけど、全然サラダが進まない。このハンバーグさ、タレがなくても美味しいんだよね。まあ、タレつけても美味しいけど、うまいねこれ。お茶飲みます。はい、本日の飲み物はこれ、ヘルシールイボスティー。どえこれはね、スープは3000円でケース買いしてきました。このルイボスティーは美味しいね。伊藤園のね、ヘルシールイボスティーです。うん、そうだね、これは全然薬っぽくない、飲みやすいです。さあ、ハンバーグ食べるか。めちゃくちゃボリューミーです。あと何グラムあんのかな。どうかな、まだ重いかな。うわ、めっちゃ重いわこれ。うわぁ、重い。ずっしり。本当にやばいハンバーグを作ってしまいました。でもね、すごく美味しいです。うん、贅沢だね。もうちょっとに見えるけどね、全然ちょっとじゃないんだよね、これ。食べます。あ、本当にこれタレなくても美味しいね。タレがなくてもね、全然食べれる。味がしっかりしてるんだね。ご飯がね、
足りなかったらね、おかわりしようと思ったけど、全然食べれるわけがない。自分がよそった分ぐらいね、食べないとね。はい、ご飯完食。はい、スープも完食。あとハンバーグ、レタスは無理。あとちょっとなんだけどね、これが入らないんだよ。ああ困ったな。雲落とし、いただきます。もう少しです。さあ、はい、ラストタレつけるか。結局タレね、ほとんど余っちゃった。1キロハンバーグ、やばい食べ方でした。食べます。レタスはね、後で食べます。タレはどうするか分かりません。あー、やばかった。はい、完食、ごちそうさんした。いや、やばかった、本当にめちゃくちゃ腹いっぱい。まさか家でこんなに苦しい思いをするとは。3個入りのやつね、1つでよかったね。3個入りのやつ1つで 540g か、ね、540g でね、ちょうどいいかもしれないね。1キロオーバーはさすがに多かったな。まあでもね、なんとか完食しました。杉本ミートのね、爽やかにそっくりのハンバーグ、やばい食べ方でした。まあでも美味しくいただきました。あと餃子スープね、まあまあね、めちゃくちゃうまいっていうわけじゃないですけど、普通に美味しいスープでした。まあ味付けがね、天才的だったっていうのもありますけど、はい、ということでね、本日はね、杉本ミートのね、爽やかみたいなハンバーグのね、やばい食べ方してみたでした。バイバイ。